第5試合です。トリオラスボラドーラと対しまして、まずは赤コーナー井上京子チャパリータアサリ、トヨタ真奈美組です。トヨタ選手、非常にね華麗な空中戦みたいなものを期待しちゃうんですけど、どうでしょう。そうですね、3人とも立体殺法を得意としているところがあるんで、今日は2人に負けないように飛びまくります。期待してます。アサリ選手ね、先輩2人に囲まれて負けずの空中殺法、どうでしょう。このメンバーに入れていただいてとても光栄に思いますが、今日はトヨタ選手や京子選手もびっくりするような空中殺法で頑張ります。京子選手ね、今日は、はい、相手も、ね、かなり乗ってる三田下田組入ってますけど、どうでしょう。いや、もう自分は沖縄で美味しいものを食べてきて体調バッチリなんでね、この後楽園ホールの華麗な世界へ皆様のことをご招待したいと思います。それではトヨタさん、今日も気合い入れていきましょう。いくぞ。対する青コーナーです。今乗りに乗っているトリオをご紹介しましょう。南鈴鹿、下田美和、三田悦子組です。三田選手、本当に乗ってるなって感じですけど。はい、今日は南選手を加えた私たち3人の、それで私たち3人はタックの専門家だっていうことを見せつけたいと思います。はい、タッグのベルトが2つ、それにシングルのベルトを1つ持ってます。下田選手、どうでしょう。でも浮ついた考え方じゃベルトを守りきれないということを今日リングで証明したいと思います。南選手ね、今日はこの乗ってる2人を、まあ、引っ張っていく立場ですけれども、相手がかなりトリッキーなタッグです。どうでしょう。この2人はタッグの2冠王で精神的にも充実している時期だと思うんで、自分がカバーして今日の勝利をもぎ取りたいと思います。で、向こうが空中殺法で結構飛んでくる選手なので、こっちもその分3人で飛びまくりたいと思います。はい、いい試合期待してますんで頑張ってください。第5試合トリオラスボラドーラ30分一本勝負を行います。はじめに青コーナーより南鈴鹿、三田悦子、下田美和組の入場です。井上京子チャパリータアサリ組の入場です。第5試合トリオラスボラドーラ30分一本勝負を行います。青コーナー、ラスカチョーラスオリエンタレス UWA 世界女子タッグ、並びに JWP 認定タッグ、並びに全日本チャンピオン145パウンド下田同じくラスカチョーラスオリエンタルス UWA 世界女子タッグ、並びに JWP 認定タッグチャンピオン165パウン三田悦子。同じく160パウン南赤コーナー125パウンド
ジャパニーターン朝日。同じくオールパッシングチャンピオン175パウンド井上京子。同じく 3AA 世界タッグ並びに IWA 世界女子チャンピオン150パウンド豊田真奈美。レフリー浦山大地。さあ後半戦です。トリオラスブラゾーラと題しまして30分一本勝負、豊田真奈美、井上京子、チャパリータ浅利組対南鈴鹿、三田悦子、下田美馬組の一戦であります。そしてこの試合からはゲストの井上舞子選手をお迎えしています。井上さん、よろしくお願いします。試合を終えたばかりですけれどもね、試合楽しんでください。ここなんかカラフルですね、みんな。すごいですね、リング狭いですね。これ非常に注目できるのはやっぱりこの、うわすごい、おっといきなりルチャリングでオープンアウト。まだ来ますよ。そして3人目の飛び出した。素晴らしい、まさにルチャリングでワールドであります。あ、今度は三田が注目は、なんといってもこの2人であります。なんかみんな日に焼けて強そうに見えますね。なんといっても、まあ、先日の、ね、横浜アリーナ大会で GWP 認定タッグ選手権王者、そして先日の沖縄大会では UWA タッグまでももぎ取ってしまったというこの那須川翔です。なんかこういうシーンありましたよ、前ね。定番ですよね、この那須川翔のね。井上京子にもこの屈辱のパフォーマンスを見せていったトリオであります。チャパリータ赤木選手が入ってるのはなんか、ね、もの珍しいからね、頑張ってほしいですね、はい。さあまずは前半京子ワールドへのいざないがあったかと思いきや、あっという間に形勢はこのラスカチョーラスチーム、そして南鈴鹿、この絞りの水着いいですね。南、なんかすごいよく似合います。コスチュームもガウンもね、銀座アスター監督、監督役にもいいの。でもさ、トヨタ選手のさ、シースルーは今流行りですから、シースルー、シースルーね、おしゃれですよね、裾がね、はい、下についちゃってるところがいいんですよ、引きずるの。誰が、トヨタ選手のガウンが下についてて、ガウンがね、きれいにセカンドロープの正面でドロップキック。